近年、住宅火災による死者数がとても多くなっています。平成24年中に全国で発生した住宅火災はおよそ1万4000件。この火災で亡くなった方は1016人に上ります。また、住宅火災による死者のおよそ67%は高齢者で、死亡要因の56.4%が逃げ遅れによるものです。今後、高齢化に伴い、 さらに死者数がが増える恐れがありまコンロの火をつけっぱなしにする事例が多く見られますので火事を起こさないためにも調理中は絶対にその場を離れないように注意してください火災が発生したことを警報ブザーや音声で知らせる住宅用火災警報器消防法および各市町の火災予防条例で すてての住宅に設置が義務付けられています住宅用火災警報器は普段寝室として使っている部屋に取り付けることになっていますまた寝室が2階にある場合には階段にも取り付けなければなりませんこのほか台所など火を扱う場所にも警報器を設置しておくと安心です 住宅用火災警報器を設置していたことにより火事を早く発見でき被害を最小限にできた事例が平成25年中県内の消防本部から18件報告されています。その一部をご紹介します。コンロで鍋に火をかけたまま外出してしまい近くに住む人が煙と住宅用火災警報器の警報音に気づき 119番通報した事例やコンロに火をつけ煮物を作っているときに隣の部屋で寝てしまい寝室に設置してあった住宅用火災警報器の警報音に気づきコンロの火を止め煮物を焦がしただけで収まった事例などがありますこのように住宅用火災警報器を設置していたことにより火事を未然に防ぐことができたり また近くに住む人が気づいてくれたりすることもあります住宅用火災警報器にはメンテナンスも必要ですまず電池切れはないのか点検ボタンを押して確認しましょう閉帳です住宅用火災警報器にホコリが入ると誤作動を起こすことがあります時々掃除することをおすすめします、はい、住宅用火災警報器の中には、はい 電池が切れそうになったときにも、音や光で知らせる機種があります。取扱説明書をよく読んで使用してください。住宅用火災警報器の設置が義務化されたことで、悪質な訪問販売が増えています。消防職員や自治体職員が個人の家を訪問し、販売や圧戦を行うことはありませんので注意してください。まだ住宅用火災警報器を 設置されていないご家庭は命や財産を火事から守るためにも必ず設置してください。